さあついにネジキングがその全米をあらわにします。変身ジャー待っていたぜ相棒。頼むお前耐えてくれ一発ナマズ。本当にやれ本当にやれ。うわーやべえおい皆さん終了のお知らせです。耐えてお前耐えて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 相棒。あーよしツバメのオスきた。ツバメかな鳥貴族で今日初めて報われた気がする。よし榊また俺と旅をしよう。さあそれでは最後の仲間、まさかこうやってマスターボールを使うことになるとは。これ、ヨロンだ。ヨロンが生み出した怪物。僕関与していない。見くり弱い。で今日はここで終わらせることなく、調子こいてチャンピオンまで行くか。ウルトラ3分休憩で虫ポケ縛り。いや、虫ポケ縛りって、ね、休憩でもなんでもないんだよ。いんのかよ、あそこに虫ポケ。ちゃんと6体、そもそも。鬼しずくもとグソクムシャとクワガノンっていう、全員かっこいいかつ強い虫ポケモンが使えるのは魅力的だが、しかし、フェローチも使えるのか。相当後半じゃない？今一番欲しいアイテムだからな。ハイパーボールがあると嬉しいことって言ったらでも、シンボラ？あれ？どうす、え、なんか待って、チャンピオンロードやばいかも。え、待ってこれ、シャレになってないチャンピオンロード。なにこれ？日が暮れるよ、こんな。一人倒すたびにポケモンセンター戻ってたら。四天王は冗談抜きで1回きりのチャレンジだから。え、怖っ四天王戦マジで1回きりのチャレンジじゃん。四天王戦負けたらもう俺の旅はそこで終わりになっちゃうから、もう6体死亡で経験値も残ってないんで。なので試合に入る前に、四天王行く前にちょっとダウジングマシンとかでゲットできるキングドラ、特殊であってくれ。はあ、そういうことする。え、そういうことするんだこいつ。はあ、どうしようそれ。いや、やばいそれは。いや怖い。いやもう、いやもうなえるわマジで。どうしようこれ。飛ぶ急所で、おえ急所当たってんの奇跡だよこれ。お前が急所当てたけど、ホエルをにさよならバイバイ。俺はオオスバメと旅に出る。元気でな、ピノキオー。それはいいんだけど、いや問題はこの後で、この後どうするっていう。さっきの火力的にこれブチャラティでメガ進化したら一発当たるか。はあ怖すぎ。波乗りはもうコラックにやらせる。その急所ナイスだけど、なんでここ塩水なの。これもう一回塩水来たらダメージ倍出て死ぬ。いやもうこれすごい傷口で使うわ。これ以上はもう終わり。マジか、ジペッタ行ってしまったか。そうか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 。はい、それではじゃあ今日はこの辺で終わりましょうか。いや今日は勝ちに来ました。で今の現状なんですけど、まあ、こいつら比例要員はもう何があっても無理だから。あ、でちなみにボールも何もないです。ボールもないし戦えるトレーナーもほぼいないです。まあ、残っているのがライボルト45レベル、ライボルトナイトで、こいつは技構成これで完璧。
はい。でも豚も、まあ、ワンチャンどっかで瞑想詰めたら、刺さる。熱い脂肪あるんで、まあ、プリム戦、氷タイプの時に、いやでも氷タイプはこいつできるんだよな。ユミルで。ただ経験全然もらえないのと、トドゼルガの絶対レードで死にそうっていう。で、榊が、あと1レベで、トドメバリを覚えるんだよね。ただ、誤算があったとしたら、トドメバリの威力が、30っていう。今50なんだけど、なんかめっちゃ低いんだよね。まあこいつはもう多分今日死にますね。真っ先に。真っ先に死ぬであろう、鳥貴族。あ、ちなみに、これ46、俺、今のパーティー、ベラミーの46は最高なんだけど、なんと、ダイゴさんが出してくるメガメタグロス、レベル57なんですけど、これどうします？え、勝てるビジョン見えるみんな。しかも、あれだよ、5連戦だよ。しょっぱながらレベル50、相手。四天王の一番弱いやつの一番弱いポケモンがレベル50。で、俺に残されてる薬とか4つぐらい。かけら禁止。まあ、いつもぐらいのレベル差だなと思うけど、いつもと違って回復使っちゃいけないんだよ。しかも死んだら終わり。無理だと思うじゃん。今日は不可能は可能にしに来たんだよ。で、まあ、まずはちょっと、あとハイパーボールとスーパーボールが多分どっかにダウジングで1、2個あるんだよ。で、それで、まあ、今から俺が捕まえようとしてるポケモン捕まえれなかったら終わりなんだけど、俺が最後の一体何を捕まえると思う？俺も、あ、本当にこいつしかいねえと思うやつを見つけたんだわ。いや、俺こいつだって。こいつで全てを終わらすというポケモン見つけました。これみんなね、それだったんだよ。今から大空行って、40レベルのチルト捕まえる。で、41レベルにして、ハートの鱗で、コットンガードと竜の舞覚えさせて、マザーマシンで羽休め、最後一個恩返し、メガストーンゲット。コットンガード積んでから竜の舞で、メガチル大使のフェアリースキン恩返し。どうすかこれ。これ可能性あるでしょ。第5戦は、他のやつに任せる。これか？来た！メガチルタイシャの特性はフェアリースキンって言って、ノーマルタイプの技がフェアリータイプになる。しかもなんとこの世代は 1.2 倍じゃなく 1.3 倍です。だから、コットンガードで物理相手に積んで、竜舞ロック積みして、後から出てきたポケモンも全部ワンパンで、特殊なやつも制していくっていう感じ。第5戦はワンチャン、来た。で、これは、チルットは40レベルしか出て、40レベルまでしか出てこないです。OK、40レベル。45レベルは出てこない。さあ、ちょっと俺怖いからさ、技確認していい相手の。突進を覚えていたら、身の内ができない。これ、オウム返しでしょ ?OK。メスがいいとか、関係ない。うるさい。うるさい。メスとかオスとか、どうでもいい。は、リフレッシュ？何こいつ、生意気だな。頼みます。まず、第1の関門頼む。怖いって。ああ、よかった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 ワタルで男のドラゴン、そして全てを終わらせる者の名で、これはもう不思議な飴でレベルアップさせます。不思議な飴は全部チルトにぶっ込みなさとある分ワンパク。悪くない。2個ある。全滅したら旅の終わりです。さあ、渡るよ。可能なんてないということを俺に味わわせてくれ。よし行くぞ。じゃあ見とけお前ら、俺が考え抜いたことが正しかったということを証明してやる。室内でのさ、秘密の力の追加効果ってなんだ、麻痺か。いやこれ怖いよな。怖いというか、なんかこう彼岸花みたいなのいっぱい咲いてるしさ、なんか謎のライバルじゃなくてミツル君だしさ、急にどうしたって感じだよ俺。お前、まあ、キルリアしか使ってないのに。あの時の約束ちゃんと守ってくれてありがとう。僕はここまで来れたのは MKR さんのおかげだよ。これ BGM もかっこよくなかったっけ。あの時 MKR さんが言ったけど、僕は強くなれるんだ。ここまでたくさんのことを乗り越えてきたんだろうね。皆さんの強さ、こうやって迎え合ってるだけでもビリビリ感じます。メガエルレード、まあ50ぐらいでしょ。来た、ミツルに似合わないこの緊迫感になる。戦闘始まる前から BGM が入るってなかなかないよね。ちゃんとメガストーン持ってんだよな。はい、OK、チルダリ催眠。勝ち。この時点で勝ち。
メガ進化リュウマイから入っているのこれ。まずはどっちがエースかってか分からんから、個体値いじるから。ミツルはあ、こっちの勝ってんだ。でチルトリスがレベルで覚える技は流派とつまめ返したから、タイプ1ので、流派効かないんで、あと持ってるの物理、コットンガードで完封。コットンガード2回積んでから容赦なく竜舞5回積みます。あと、あ、積んどけ積んどけ、お前もお前も積んどけよ。さて殺戮の時、これ相手もコットンガード2回積んでるから別に A 上昇ない状態と一緒なんだけどな。レア、じゃあまあまあまあいけるか。レアコイル、ちょっと待って、怖いけどどうしよう。これこいつしかいけねえよな。でも頑丈からの、いやーナイスすぎる。あぶねえ、頑丈ラスターカノン食らうかと思った。外の秘密の力だから眠り入った神。そう、特殊上がってないからラスカー、しかもフェアリーで弱点使えるからやばいなと思ったけど、いや一番の鬼門を突破した。何エネコロロとか、お前なめんなよ。しかもさ、レアコイルをそもそも秘密の力で半減であんな一発持ってくると思うんだ。ロゼリア、いやレアコイルにあんだけ入ったならいける。時代の名が渡るだ。さあメガ進化対面といこうか。一応さ、とまあいいかまあいいか、あの鳥貴族に見せ場を与えることもできるんだけど、ブレイブバードでかかってこいよ。かっけえ、メガエルレード、デュエルスタンバイ、次回ミツルシス、こういう答え、これが俺が導き出した答え、全てを失いかけた俺がチャンピオンを勝つために考えた最強のポケモン、残り1匹の。くそ、うん。MKR さん、MKR さんのポケモンたち、本気で僕たちと戦ってくれて、本気で僕たちを打ち負かしてくれてありがとうございました。ショックだろうな、なんか一生懸命育てたのに、初手同じポケモンのやつにチルタリスミラーからこんなことされて。目覚めしはあれか、メガエルレードを育ててくださいってこと。でも2回目のミツルはやばいらしい、なんか平均レベル80みたいな。ガブリアス最強のハヤテの翼の時代のファイヤロー、なんかとりあえずやべえポケモン6匹持ってんのこいつ。でポケモンリーグこんなんだったか。それでは俺の旅を共にする最終パーティーの皆様です。まさかこんなことになるとは思いませんでした。スチル、チルタリス、スチルタリス、ボルト、ブタムシ、鳥、まさかのサイコさんがブタというね。セリフをもう書いとくか。いや中入ってから書くわ、もう俺は二度と帰らないという。俺はもうこのし、うお、すげえ。いや待って、もうさ、初手スピア行っていい？俺スピアの活躍どころここしかねえ気がする。初手もメガスピアに切っていいんじゃないか。ここしかなくね。さすがに威嚇入ったといえどグラエナにタイマン負けないでしょ。フリーチ持ってんだよな。でも確かいや、この6人で最後まで行くことは計算上不可能。どっかで誰かは死ぬ。うわー懐かしい、このトゥン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 。うわっ、すげえすげえすげえ、演出凝ってんね。ぐらいな、威嚇確定だよね多分。
レベル高えな。高速、いや、冬打ちあるから無理だ。スノースバヤさん負けてる絶対。持ってってくれ。いや耐えたし耐えた。あー踏みてくれ。どうしよう耐えた。あ違う、あれだ、回復の薬だ。まだミサイル針ワンちゃん。4回、3回でもいけるか。うーわ、一旦ユミルで。いやでも榊で目が先に切れたのはでかい。一発されたから。これでもう素早さはどんなやつ来ても勝ってらず。神砕くは冬打ち来なかったか。ノロッティ冬打ち持ってる。神砕はまだ急所当たっても大丈夫だよな。これそういうことしてくる。そういうことする君。キーの目あったっけ。あるはずでしょ。あるある。いや、かまわんかまわんかまわん。オッケー、次イバルしてこなければいい。よし、まあ、まずぐらいの突破で、あと先生技持ってるの誰だ。サメハダとかダーテング。サメハダダーテングアブソルノクタスか。あと、いや待って、シザリーが思いたっけ。あれ数が合わねえ。さあそしてここでとどめ針の入手。いらねえ、とどめ針。とどめ針、いやいや、とどめ針を刺せる瞬間なさそうなんだけど、まあ、高速移動いらねえか。もうここまで来たら絶対悪事持ってる。え、サメハダってある。あれ特殊物理だよな、サメハダは絶対。こっちから有効じゃないけど、まだ物理でいい気がする。物理っていうか突っ張っていい気がする。一旦怖いからもう一呪い積んでいきの。いやメガは2周目からでしょ。あ、使ってくるとしてもメガアブストでしょ。こっち神砕わ。いやここ先生の爪出たのさりげなくないですな。でちょっと念には念のろで眠っときます。ここ急所怖いんで。始祖の巨人。あーでもあんま、そうか、悠長に積みすぎると今後のステレオ戦の PP マックス限られてる。ちょっと殴るか。あ、俺あれだ、強お前やるじゃん。そういえばさ、まあ、いいか。アブソリュート。あ、でも待って、これ強運辻斬り急所死亡。いや無理。いやこれ俺榊にかけていい。冬打ち持ってるかな。素早さ絶対勝ってんだよ。いや俺これ榊行くわ。あ、イバル入ってない。気になる。5つ目ゲットしたけよかった。貫け神。いや、あのね、強運辻斬りはあかんのです。強運辻斬りはあかんのですよ。本当にあかん。天狗って何してくんの。え、ダーテング。いやこいつも急所持ちだよな多分。リーフブレードとかで。そうなんで、そう、猫魂があるから猫魂ケア。まあ、いや一旦渡れたな。ね、ここのターンどうせ、あ、回復使わない方がいいか。回復の薬使ってくるかどうか微妙なとこだなこれ。あー使ってこない。 OK。 なんか1人2回まで使えるから四天王は。インチキなことに。あとシザリがザリガニか。俺何体倒した。ノクタスはいけるだろこれ。ユミルで、ユミルじゃねえ、サカキで。こいつ封じてないっしょ。4倍弱点打ってくださいと言わんばかりに
オッケー、行ったでしょ、無償突破。あれシザリガーいないか、じゃあなんかめっちゃシザリガー使ってきたイメージあるんだけど。誰にメガ進化切ろう、サカキはない、ライボルトかチルトラシのどっちかなんだけど。そう、しかもさっき俺さ、悪タイプに鋼タイプ有利かと思ったらまだ頭にネジキ取り付いてたわ。当倍だったわ。レジスティで完封じゃんと思ったけど、そういや当倍だったわ。いや行くしかねえ。ケツエッチいね、これ こんなエッチかったっけこいつ。エッチエッチじゃない、なんかチラリズムが過ぎるけど。幽霊いた、どこ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 、そんなの見てる余裕ないんですけど。ピンキラキラキラ、メガ進化切りたくないんだけどな。これチル対戦切りたいから、さまよからか。起点にしたいけどさ、呪い持ってるよね多分、どいつもこいつも。いや、いくらなんでもゴースト技持ってるよな。これ鳥貴族の使いどころか、鳥貴族の使いどころじゃね、これボルテするわ。地面技でもゴースト技、あの地震シャドウボウすかせるで鬼火だった場合も大丈夫、状態上すでに焼けてるから。これ鳥の使いどころだ。いやそれ、いや今痛いけど、痛いけど、まあ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 。それ回復の薬使わない、お前それ。お前それ回復の薬使うじゃん絶対。おいやめろって、絶対回復の薬使うじゃんこれ。ブレバと呪いと、いやもう全てが噛み合ってしまう、いかん。ブレバの反動と呪いのダメージで火傷で死ぬ。もう一回トンボルチェンしていけばいけるよなこれ。いやでもトンボルチェンしたらしたで、いや呪いだったからいいか、魔法伝で。自信持ったらさっき自信だもんね。急所ナイス、アヤピカだるすぎ。ここで俺はバクチは打たない、キーのみ使う。アヤピカあやぴか呪い退場した。いやまあ退場したのはありがたいぞ。なんかみんな絶妙に削られてくのつれえよ絶妙に削られてくのつれえよ。自信覚えてなかったか。闇闇は渡るでけ、これあれじゃない、起点チャンスじゃない。闇闇って呪い覚えたっけ、覚えないよね。覚えてナイドヘッド焼け、やれナイドヘッド鬼火あたり怖いの。焼き鳥から直さないのは根性で威力を上げる、わざわざ焼いてきたんだよというか。目が切ったの早かったかな、もう一旦待ってから頑張ったな。あ、やっぱ猫騙してるね、分からん。とりあえずコットン積んどっか。シャドクロ、で、なんと鬼滅の力がフェアリースキンでフェアリーテープに変更され、弱点をついていく。さあ、あと一つイカ様だった。まあイカ様はぶっちゃけ怖くない。妖能は、いやー怪しい、ワンパンできるか。いやけど妖能はもう物理だから大丈夫。いや強いなお前マジで。見た今ステータスの上がり幅、10ペンもいける10ペンもいける。
あと1。いやこれヨノが突破したらもう、まあ、ジュペーターとかワンパン間違いなく。あ、ジュペーターだ。足りてないこいつ。方園地方にゴーストタイプが足りてない。てかヨノワールとかいうルビサファじゃないポケモン使うな、さりげなく。オッケー。ちょっと最初グダったな、世のさまよる相手に。氷はねチルダリス無理なんだよ、詰めるやつが絶対ない。鬼氷とどずるが、鬼氷ととどずる、とどずるがとあとなんだ、ルビーサファの氷って。どっちから積もう、鉄壁と呪い。まあちょっと見てから決めるか、相手のポケモン。トトグラーとかおったっけ。トドグラー、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 鬼氷、鬼氷、トドゼルガか。なんで氷タイプの視点の、あーオッケー、鬼氷。わかんねえ、 A 型かやつか C 型かやつか。こいつもなんか自信持ってる気がするわ。あ、ヨノワールだから目の子もいるな、これレベル高い。呪いだな、呪いつも。特殊だったら氷だから。あらあれ地味に厄介。そう絶対レードレベル差があるからね、メイチェック多分 50% ぐらいあるんだよな。トドゼルガ以外は勝てらず。え、トドゼルガの時のみ。え、ちなレジシルこの後いなくなったらやばいか。絶対レードよけるにかけてレジシルでもう突っ張っていくのもありだけど、ドラゴン、ドラゴン第5戦でレジシルがいるかどうか。いりそう。いやいきなり来たし。あ、そうか、三つであんのか、雪目の子。やりたくねえ、こっから。いやこれユミル、鳥貴族のブレバウってザケルガで放電で殺すっていう手もあるんだよね、一応鳥貴族死ぬけど。いや行くか、突っ張るか。持ってでも撃ってくるとは限らんし、撃ってきて当たるとも限らん。あ、よし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 、オッケーオッケー、波乗り、波乗り、全然全然。え、飛ばせくねえ一発で。いや飛ばないよね。あっ、危ねえ。マジバクチプレイこれ。マジでバクチプレイ。いや冷静にオオスバメからいって、オオスバメからのブレーバーオオスバメ対象ライボルトメガ進化放電でよかったんだよな。でその後に、まあ、雪目の答え、あでも呪いの PP とかないから、まあいいか、結果あるんだけど。そして道連れも持っていない。いや鬼門突破した、絶対レード避けたの神。怪しい風か、怪しい光だったら嫌だったけど、チェックしない。まだいたか、鬼ゴリか。ユミルの経験値これ貯めれるんでけえわ。しかもこれ第5戦も活躍あるぞこいつ。エアームドにぶっ刺さってない。エアームドだってあれなんか巻き菱とか毒毒とかだよね。吹き飛ばしあるかな。あ、眠って回復させればよかったね。あ、そうだ、眠るで回復しとけばよかった今。所定コモルーだったよ、もう変わってんだな、パーティー。コモルーだった記憶あるんだよ。オメガルビー、オメガサファイアの時、オメガじゃない、原作のルビーサファの時。所定コモルーなんだよこいつ。さっき寝とけば、まあ、寝た後結局2回殴られるわけだからあれなんだけど、まあそれでも
いや、そうだ、寝ときばかったな。キングドラもいるね、そうだ。いや、待って、気合いだめキングドラ来るかな、これ。初手じゃんけん。初手じゃんけんです。分かっていなければこのわしに勝つことはできない。こいつ最強の四天王じゃない？歴代四天王の中で一番強くない？こいつパーティー、そのドラゴンタイプが四天王っていう時点で異端なのにさ。あ、なんか どっかでいたか。 XY でもいたっけ。チールタリスか、チールタリスか。どっちだこれ。特殊か物理か。自信覚えてたらあれなんだよな。呪いからか。はい、特集。放射とか覚えたっけ。あ、いや、もうド忘れ積んでなくて、この方レベル差を感じさせない。ドラセナね、そういたね。お前もそうやってしてくるタイプ。かまわんかまわんかまわん。全然いいですよ。いけます。あとは急所に当たらないことを祈ってくれ。みんな1> トンボ1回しただけって言うけど、なんなそんなこと言ったらお前豚1回も試合出てないから。まだまだ今のところ豚一度も試合に出ていない。3ダメージとか笑わせるぜ。6積みしてこの火力も笑わせるけどな。でここで回復使われる。確かに相手の PP 怪しいな。ダイゴもエアームドに対してユミル詰めるくね。吹き飛ばし持ってるかどうかだ、あいつの。この戦法吹き飛ばし1個で破綻する。持ってそう。おい、かかってこいよ、かかってこいよ。てめえの自信なんて痛くねえってことを証明してやれ。所詮てめえはガブリアスの劣化なんだよ。はい、痛くありません。これが始祖の巨人。またフライゴン。学習しねえやつだな。何？あ、放射？特集？ちょっとちょっと、どうなっちゃうんですかこれ。気合だめのキングドラの方が強かったよ。はい、キングドラ来た。キングドラ来たけどどうしようこれ。まあさすがに気合溜めてこないでしょ。うわ、あくび。さすがの硬さ。まあ一旦殴る。アイヘの PP が。おっ、ランス、高ランスいたけど、まあいいか。下がらない。一体何個のカゴの実を食べたんだお前は。神砕くだ？痛くも痒くもねえんだよ。勝ち。耐えた。薬。ああ、2個を使う。ここでコーランス。まあまあまあ。はい、勝ちあれすぐ調子こいて最後眠らないっていう。おい、これ無駄に薬1個使ってそれが敗因になったらクソ叩かれるじゃんこれ。チルタリスに自信覚えさせるの忘れたかった。これレジスリーもさ、自信覚えさせるのあれじゃね。レジスリー自信いきます。でこいつらの自信に全てをかけて、で自信で倒せない浮いてるエアームドとネンドールは命に変えても他のやつらがそいつらは命に変えても他のやつらが持ってく。思ったんだけどさ、豚に鳥を覚えさせてさ、
この豚なんかシャドーボーイ以外いらない気がするんだけど。でさ、眠らせようぜ。瞑想をどっかで積んで眠りながら、トリルまいた後にシャドーボーで女神タグロス吹き飛ばせん。カゴの実ニコ持ちっていう反則するわレギュレーション違反するわ。レーティングバトルだったら引っかかる。行こう。確かにレンドル両刀のせいであるってか大爆発してきそうなあれすらある。思ったじゃん。いやだから一体俺も勝つための手段全部考えてきてって。俺の中ではチルタリスが捕まった時点で勝ってんだよ。さあラストバトルだ。さあ始めよう。ポケモンリーグチャンピオン VS 大ゴー。輝いているメガリングが、そしてショートエアームド、ランレベカご覧ください。こちらなんとザキルがこっち結構サイコさんからの戦力なのに 57VS46 どういうこと。ただしかしありがとうザキルが、お前が今までいたから俺は戦えた。お前しかメガ進化枠がいなかったあの頃が懐かしいぜ。いい火力鋼の翼 OK。ここで俺はメガ進化は切れない。言うことなし。お前がいたからここまで来れた。ここで回復の薬を使わせるのはないすぎる。で、俺がなぜここでな、まずザケルガから戦ってるという、言うと急所はい、頑丈同じポケモン2回は使うね。さあ、出てこいよ。念には念ドールさん出てきてもらおうか。あれ違うのこと言った。いやーボスコの前では詰めねー。ユミルだな。自信も鋼技も両方持ってるからメガ進化まだ切れない。いや高えよね本当にレベル。ただアイテム有効だ。自信がなければないはず。自信持ってるかな。まあ、自信してきたら次でチルタリスに引いて上取って自信でメガ進化切る。それで一発で死ぬわけはない。うん、呪い積んだらダメ。でも詰めない。自信だ。ここ自信持ってる。しかも相手の方が早い。半分ちょうど。チルタリスルートでいいよねこれ。ここで岩技打ってきたらバカすぎ。大悟引くわ。ドン引きする。ここで岩技飛んできたらさすがにドン引き。 OK で A はメガチルタリスの方があいつよりも高いから、これが最後のメガ進化だー渡るー。俺たちの今まで死んでいった死者たちの手向けとしてこの勝負負けるわけにはいかない。 OK速さはもちろん勝てる。ここ何出してくるか分かんねえ。同人誌、同人誌なんだ。なんだこいつは。何してくんだ。ベアミーでいけるか。なんかベアミーでいけそうじゃね同人誌は。いや榊俺のために死んでくれるか。お前は俺のために死ねるか。いや死ぬのはお前だ死ぬんだったらお前だ。ここで榊は殺せね。榊と鳥貴族で協力して倒すとこいつ。ありがとう。お前がいたから空を飛べた。最後に大空に羽ばたいてくれ。これが根性ブレイブバードだー。ドゥアー弱っ焼かなかったら半分入ってるとこれ。おい丁寧に急所当たってったわ。いや全能力アップなし。よしこれ虫の知らせ圏内入ってるな。榊頼むぜ。もうメガ進化お前に切る分はねえけど、シザクロと落としてくれ。オッケー上取ってる。神落とせ。よしなんかそういえばこいつ虫の知らせ圏内入ってんなと思って。榊生存ルート、そして来たせ役割対象。爆発すんなよ光の壁か両壁
さあポケモンリーグ初めての豚登場。俺がバネブーを買った時どれだけ米、バネブーのために10分とか死んだ、こいつのためにクッチーとか死んだ、お前のために死んでいった者たちの分まで、なんかジュペッタと吠えるをもうお前のせいで死んだってことになってんだ。サイコさん、俺のパーティーの誰がお前がここまで来ると思ったよ。はじめ俺がバネブーを捕まえるって言ったらもう反対されて、けどお前が活躍しなかったことは一度もない。いやもうトリックルーム巻いて殴るか。じゃあね、粘土量より遅いし大丈夫。いやアーマルドって粘土量より遅くね。そんなことない。これ壁あるんで、さあ壁が切れる。アーマルド81、お前なんだ、お前82じゃねえか。なんでそこちょっと頑張っちゃったんだよ。いや、ただなんかの間違いでメタクロスから出してくれ。あ、ネンドール倒してレベル上がって追い越しそう。じゃあダメだ、追い越しちゃダメなんだよ。オッケー、レベル上がんないけど実質値70じゃダメじゃねえか。じゃあ、待ってこれトリクルーム先般なんだけど、じゃああいつのせいで、いや、ユミルでいけるか。 6V で73じゃダメじゃん。じゃあダメじゃん。何が起きてもダメじゃん。ユミルはお前の方が遅いよな。お前どんなもんだ。あ、69 69。いや、ユミルだ。じゃあしかもここに来てアイアンヘッドがないのが痛手になるっていう。トリルがあと何ターンか分かんねえけど多分2ターンはある。呪いからか、上から呪い詰めば絶対耐える。で、眠る間に合わなかったらあれする、傷口で使う。自信ない。あ、うわ、まあ、それが急所に当たってくれたの神。あぶねえ、あの豚負け筋引きやがった。めっちゃ急所当たるんだけど。チルダリスであれ積みたいんですけど、リュウマイコットンガードで地震剣になりたいんですけど、上取ってるからコットンガード積めるし、岩技はねぶっちゃけ痛くねえんだよな。いや、豚死に出しは慈悲なさすぎ。シザクロオーケー結構入んな。で、これ絶対上取ってるから上からコットンガード。あー、メタクロ持ってんのか。ただコットンガードやばすぎ。さあ準備は整った。この展開を作るまでにみんなで協力してこの展開を作れたぞ。でもマジで、ここで回復できる。アーマルドのビート、メタグロスのビート、あ、メガメタグロスになるからちょっと耐久指数は上がるか。え、これ怖い、ごめん、もうあと1回だけリュウマイするわ。ちゃんと6積みにするわ。アーマルドにこのダメージと思うと不安だ。ちゃんとレベル差考えて。で、最後まで徹底しメタルクロー一発受けてからいきます。この徹底がアダとなるのでした。と、2連休所当てたらお前マジ許さねえからな。お前2連休所だけはなるぞ。これは羽休めしていい。次別に休所でもなるから、休所でもなるから大丈夫。2連休所だけ今怖いので。はい、 OK、 殴ろう。みんな無理って言ってたよな前回。今日の始まりも無理って言ってたよな。圧倒的レベル差と俺の全てのアイテムがなくなったことによって俺はもう前回の負けからここまで見据えていた。これが俺の今亡き者たちへの
この戦い方こそが俺が今まで失った者たちへの断罪として勝つことを誓ったんだ。そしてバレパンを打ってこない。落とせ。よし。誰一人として犠牲を出さず、嘘です、収めていました。いや、あいつは名誉の死。大スバメは名誉の死です。え、これライバル戦わないよね、今から。あ、ですよね。そんな鬼畜なことはさせないと。いやー、マジで勝ててよかったわ。よかったらみんな高評価よろしくな。使いどころ高評価。いや、本当に原子グラードン、いや個人的にヤバいと思ったポイントは、原子グラードンに3体持っていかれた時だよ。クロバットとナマズンとケッキング。正直ジュプトルとか、なんか止まってる？ん？あ、画面が止まってる。あれ、なんか画面動いてる。あ、おお、お前ビビらすなよ。ビビらすなよ。ビビらせやがってよ。よし。いやー、ライボルト、ザキルガが、もう中盤から終盤にかけてずっとピークだったな。そして、サイコさん、ベラミー。死人に口なし。ブレバだけありがとう。神、四天王戦、お前一番頑張ったよ、ユミル。そして、サカキ、いつまで経ってもよかったね、生き残って。俺が見つけ出した、最適解、ワタルル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 ル。これだけじゃありません。なんと、スペシャルサンクスとして、僕たちはこの犠牲とともに、これが本当の殿堂入り画面、みんなの命が紡いでくれたポケモンリーグ優勝です。今日のサムネちゃんと大スバメだけ灰色にしといた。しっかり大スバメは灰色にしとく。なんかこの後ライバル戦あるらしいけど、渡る入れないとな。そうだ、渡る今日のサムネ上いなかった。ライバル影薄いな、ルビサファの。なんで最後ミツル君だったんだろう。なんかライバル戦はそんな強くないらしいよ。あ、エンディングがこのまま強制？え、大丈夫かな？俺、大スバメ死んだけど、まあ、いいか。負けても、ストーリー進むんだ。あ、そうなんだ。まあ、負けねえけど。イチャつきやがって。ね、エピソードデルタってさ、やってもいいけど、ヒガナ以外と戦うの？ね、ヒガナってレックーザで6立てするだけでしょ？懐かしいな。ジュプトルが頑張ってたの。なんかこれさ、過去改変されそうじゃない？俺の過去ねじ曲げんなよ。ジェプトルはカブラマルでした、名前。
あ、でもすごくない？本当にこれ俺フライングピカチュウでさ、レアコイル倒したから。あ、すごいすごいすごい。別に、次回にとかが出てくるわけじゃないんだ。ヤムチャ。ピカチュウもヤムチャも死んでるよ、もう。このもうちょっと後で、死んだんだっけ。入れ替わったー相棒が入れ替わりました。何が起きたんでしょうか、この間に。どうしてジュピトルがバネブになっているのか。クチートも映らず。こいつも死んだからな。もう豚しか出てこない。あと全部豚かもしれん。いやでも次当てればジュペッタ。絶対ジュペッタ次。100ジュペッタ。あー、どこここ。あ、マグマ団か。アルカードね。で、この次がジュペッタか。ほら。なんかおまけでくっついてるけど。すげえ、メガ進化まで反映されてる。おい、この辺りに死骸3つ浮かべとけ、ちゃんと。ナマズンと、ケッキングと、クロバットの墓立ててくれよ、ここに。メガジュペッタそう思うと結構頑張ったな。フラの事故で死んじゃったけど。ジスチルのなんか、横から見た図すごいな。で、こっから渡る伝説の始まりと。いや、この縛りに積み技がどうこうとか言ってるやつ、マジ頭おかしいよ。本当になんかの病気だと思う。ちょっとやったけど。マジで何かしら変な病気持ってそう。なんでこの縛りでそんな、縛りなくてもフルワトで戦いたくないわ。さあじゃあ、ライバルと、最後の戦いをしましょうか。あ、待って、これもうこんな強制戦闘なんだ。エンディングいいね、オラス。やろうぜ、もう一回ポケモン勝負。今回の旅で見たこと、感じたこと、体験したこと、 MKR と MKR のポケモンの全てを知りたい。こういう言い回し多いな。5体。ちょっと待って、メガバングルつけてるぞ、こいつ。お、待って、俺初手ザケルガだ。あ、レベル低い。まあ、レベル低いって言っても俺の方が低いんだけど。まあ、さすがに放電か。あ、上取ってる。育て方悪いんじゃないの。おいおいおい、種族値お前の勝ってんぜ、す。何レベル下のライボルトよりも遅いんだよ。あ、経験値もらえないんだけど。おい、経験値よこせよ、お前。何ズルしてんだよ。トリキ族は使いません。卑怯者には鉄槌を。俺がメガ進化の使い方でお前に分からせてやるぜ。強っ。びっくりした、ジタバタかと思った。S が下がろうと、あ、これとどめ針チャンスじゃん。とどめ針。 A3 段階アップ。ガッサだ、関係ねえんだよ。地ならしでな、 S が下がっても。これ持ち物とか持たしてないよね。普通に気合の助けとかないよね。 S 種族150なめんなよ。経験調子ライチは無理。カモンブタちゃん。あ、待って、この豚、この豚、おい強制戦闘のせいでこの豚エスパワーじゃないんだけど。誰がメガ馬車相手にすんだよ。じゃあ、いや、しかもご丁寧に光の壁張られてるし。あった。え、そんな硬い。10万、遠くぼ硬い。メガ進化しなくても強い。これどっちの方が素早いんだ。あ、こっちの方が遅い。
そう、自信にしていたおかげで突破できるぜ。さあラストメガバシャーも本当に大丈夫か。光の壁張られてるしな。なん、有効度ある？ないっけ、ないよね。あの豚が張ったトリックルームのおかげで加速で下取れて、そのまま2回投げて終わりか。あ、シャドウクロー、オッケーオッケーオッケー。危ねえ、豚に変えたらやつだけだったぜ。じゃ弱いってお前おい弱いよライバル弱いよお前。気まずい感じになっちゃったじゃん。ちょっとうんうんじゃねえんだよ。ありがとうね MKR、 さすがチャンピオンだよ。いろんな人たちと出会えて、まさかスノチルタリスの地震で死ぬと思う。たくさんのポケモンたちと出会えて、めっちゃゆっくり歩くじゃん。うまく言えないけど楽しかった。お、これ俺が男主人公にしたらなんかかまってちゃんの女の子みたいな感じで、はるかが可愛かったんだろうな。そう、男側がこういうセリフばポケットモンスターオメガルビー、本当のエンディングこれ。UFO 2014年かこれ、信じられねえ。6年前ってルビサファが何年前だよって話だよこれ。めって、このライバルの名前繁盛だったらめっちゃおもろかったじゃんこのライバルの名前繁盛にしたかった。このパーティーでケンタテ、俺ケンタテにいないポケモン中心にパーティー組んだつもりだったのに、最終的にケンタテにいないポケモン全員死ぬっていうね。これモンスターボール2つあるのはどういうこと、それ意味深な意味これ。ん、なんすかこれ。これ何これ。おー、俺マジで固まったかと思った固まったかと思った。パパ、ん、なんだい、え、ライバルと結婚したってこと。子供作ってんだけど。あ、違うか違うわ、エピソード出れたか。やけになかったね。なんかボタン押しても反応しなかったし。いや、なんかさっきの恋愛フラグみたいに立ってたから、何十年後の話かと思った。なんでこんな、なんでこんな感じの会話になってんの。ゲーム内の会話でこれはいけなかったのか。なぜこんなノロ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 と。だからちょっと、怖いんだよ全部、何もかもがスローモーションで。え、エピソードデルタってさ、リアルに火がない以外に戦うやついる？